よし、寒いけど空は晴れ渡り気持ちのいい朝ですね。私に必要なのは早寝です。ガシガシ急ぎます。はい、格屋で来ました。ここ最近はこの野菜配合の不配臭でお気楽じゃんの顔収穫します。リスペクトの孫の実ですね。綺麗ですね。こちら昨日の葉っぱがおかしかったやつなんですけど、葉っぱの裏をめくればですね、天敵、あの茶のほこりだには目に見えませんので、天敵がいますんで、あ、いたいた、ちょっとカメラで撮れないかもしれないですけど、いるんですよ。この今ぼやけちゃってますけど、天敵の大好物らしいんで、はい、茶のほこりだにであれば落ち着くと思います。 MT ファリーなり込むにはまだちょっと時間かかりそうですね。そしてやっぱ一番南側の方が、まあ、前々から多く切れてますね。ため息しか出ませんでした。はい、今日はそしてこれからですね、株元乾燥したいと思います。昨日沸かし太郎を入れて、これ防温度計見ると今30度ですね。はい、そして昨日倉庫から取り出してきたロイヤルのロイヤルインダストリー株式会社のこのケルパックとグルタン半分ずつぶっ込んで株元完成します。レッツゴー。こちらのケルパックはここ南アフリカ巨大な海藻の海藻エキスですね。そしてこちらのグルタンはですね、糖蜜に納豆菌発酵させた微生物資材ということで、はい、効果に期待が持てますね。今回やってて思ったことは、なぜもっと早くここを軍手の親指に変えなかったかです。非常にやりやすかったですね。視聴者の方に教えていただいたんで本当にありがとうございます。感謝します。
今日は越冬が5ほぼ油で台ですんで、今日は利益ありません。抑制を収穫する明日に期待ですね。はじめましての方は、はじめまして、シャタ2号と申します。今後ともよろしくお願い申し上げます。そして毎度見ていただいている方、本当にありがとうございます。心臓は一つしかありません。はい、スペアも残り一つです。もうこれを出荷したいと思います。トロロピシ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。はい、正直お金をかけて活力液とかを撒いている経営状態ではないんですが、撒けば多少なりともその差額分ぐらいの収量がアップするのかなと信じておりますので、はい、決して無駄ではないのかなと。人生無駄に意味があるみたいな。出荷してきます。今日は1時前だからまだ日が当たるね。よかったね、ピューさん。おー、あったけんだな、ここ。そこは最高なんだよ、ボカボカで。ピューさん、今日はこれなんだと思う？これなんだ、これ。ん？曲がってるな、これな。C 品だろ。あたい、なんで C 品を箱で詰めて出せよ。折れちゃったんだよね。無理に詰めてたら折れちゃって、無理に詰めんなよ。いやー、C 品って結構無理させるからさ。そうなの、俺もやってみてよ、ちょっと。キュウリ詰めさせろよ。皆さん、デザートくれんの？嬉しいなぁ。人手が足りないんだよ、今。お前、あれ、時給5000円ぐらい出せんのか、お前。時給と、いいじゃん、キュウリで。